はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、では続きましてはですね、直前期の勉強について聞きたいと思うんですけれども、直前期はなんかその三教科どういう気持ちで、なんていうか、どれで稼ごうとかっていうのはどういう計画立ててました？日本史でまず稼ごうと思って、日本史を9割近く取れるっていうぐらいまでしといて、国語と英語は、受験生の平均ぐらい取れたらいけるかなと思って頑張ってました。そのために多分特に日本史結構力入れてあったと思うんですけど、はい、日本史はどういう勉強してました？小電気日本史は、参考書は、ルートの参考書で、石川の実況中継っていう参考書を、これもまた主にボロボロになるぐらいまで使って、めっちゃ読んで、はい、主にめちゃめちゃ勉強しました。内職とかでも、あとはもう過去問も結構がっつり、はい、過去問もがっつりやってました。国語と日本史はどうですか？国語と英語はどうですか？国語と英語は、国語はちょっと問題を解かへんかったら、点数が上がらへんなって自分で思ってたんで、国語はもう過去問とか問題集とかやりまくって、英語はアシスタントネクステと即熟をもうずっと回す、もう基礎知識で乗り切るっていう感じで、そうです、やってて、結果どうでした？本番のその手応えっていうのは。本番はいろいろ8回も受けたんですけど、自分の予想通り日本史が取れて、英語と国語が、平均ぐらいやったっていう感じです。結構それもやっぱりなんていうか、予定よりも下回っちゃったりとかも結構あって、そうです、テストによってできなかったりできたり、英語がめちゃめちゃできた日があったり、できなかった日があったりしたんですけど、日本史は安定して全部9割はいけてました。本当じゃあ英語と国語の出来次第で、そういう感じです。たまたま両方とも結構相性に入れたらなんとかなるけど、片方やらかすと危険みたいな、危険です、なるほどっていう形だったわけですね。でもそれでちゃんと、1回でも届けばやっぱ合格できるわけなので、しっかりゴールできて良かったですね。はい、ありがとうございます。では、受験の話はここまでで、次からですね、実際大学の話とかちょっと聞かせてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。 お願いします。